アミオ143、アミオ143の模型、上面アミオ143は、フランスのアミオ社によって開発された爆撃機である。1934年に初飛行し、1935年から量産が開始された。第二次世界大戦開戦時のフランス空軍における主力重爆撃機の一つだったが、旧式化しており昼間爆撃任務には危険すぎると判断されたため、 ほとんど夜間爆撃任務にのみ使用された。休戦後は一部の機体がドイツ軍によって輸送機として使用された。アミオ143は1928年に開発が開始された爆撃機アミオ140の発展型として開発された。1934年8月に試作機が初飛行し、1935年から量産が開始された。 当時の列強の爆撃機と比較すると速度は遅く操縦性もあまり良くなかったが頑丈で当時のフランス機としては重武装であった第二次世界大戦開戦時にも約90機が部隊配備されており当初は夜間偵察任務についていたが1940年には昼間爆撃任務にも投入されたしかし旧式化していた本機では敵戦闘機や 校射法に対抗できないと考えられたためすぐに夜間爆撃任務に回され、この任務では損失率は低かった。休戦後、残存機はビシー政府軍やドイツ軍によって輸送機として使用された。総生産機数は138機である。原型機であるアミオ百四140は1928年のフランス空軍からの昼間、 夜間兼用爆撃機の使用書に基づき開発された機体で1931年に初飛行した後40機生産された。この後に先の使用書を変更する形で新たに爆撃機、戦闘機、偵察機として使用できる多用途機の使用が出された。これに基づいてアミオ140を改良したのが アミオ143で、試作機は1934年8月に初飛行した。アミオ143は固定客の高翼単葉装発機で、外見上は原型のアミオ140と大きな差はなかった。しかし、エンジンが強化され機体が全金属製となり、主翼が薄燕化さ,されている。二層で機式のゴンドラを配備した角張った胴体に、 大きな公翼式主翼を取り付け、その主翼からこれまた大きな固定客を外側に、張り出して、胴体をぶら下げた姿はいかにも無様で、四角い網をとか、フランスで最も醜い爆撃機とまで言われていた。また、当時の列強の爆撃機と比較すると低速であり、やや安定性に問題がある、操縦の難しい機体であった。しかし、武骨な見かけ通り頑丈な機体であり、 比較的重い爆弾を搭載できた。アミオ1431935年3月に正式採用され、その年の7月から部隊配備された。1938年からはより新型の爆撃機への更新が始められたが父として進まず、1939年の第二次世界大戦開戦時にも本国の4部隊とアフリカの1部隊に、 合計91機が残っており、奇妙な戦争の期間中は、夜間偵察任務やドイツ領内に宣伝パンフレットを投下する任務に用いられた。翌1940年の5月10日には、ドイツのフランス侵攻が始まったが、予定されていた本機を装備する爆撃機体のマーチン167回への装備更新はほとんど完了していなかった。5月13日に、 スダンでムーズガーの渡下をかけた戦闘が始まると、フランス空軍は旧式機を含む、あらゆる爆撃機を集め、ドイツ軍が築いた、共闘砲の破壊を試みる。本機を装備していた部隊にも命令が下され、5月14日の、明朝には3つの爆撃機体から計10機が出撃し、降射砲と敵戦闘機が待ち受ける、共闘砲へ昼間爆撃を行ったが、 戦闘機の護衛を受けながらも2機が撃墜され、1機が帰還中に不時着して、計3機が失われた。昼間出撃は、この出撃以降試みられず、その後は主に、ドイツ軍の飛行場と連絡船に対する夜間、爆撃任務に使用されたため損失率は低かった。急戦までに45機が失われた一方、合計約530トンの爆弾を投下している。急戦後は、 ビシー政府軍やドイツ軍によって輸送機として使用された。最後の機体が退役したのは1944年2月だった。総生産機数は138機である。ありがとうございます。